これ室内とかね、結構横から当てられた時とか、見えてくるかなと思います。はい、というわけでやってまいりました。今日はね、こんな感じでやっております。フィットのね、今これ後ろにいるんですよね。結構快適空間でね、今日はね、こちら商品紹介です。ドライブレコーダーなんですよね。しかもね、これ3個目なんですよ。フロントと室内と車の後ろね、これ3つでは開封していきましょう。ちなみに、お値段が、Amazon で 28,990 円ですね。こちらね、少し変動しますんでね、現時点ではこの値段です。やっぱね、3個目ってなるとね、そこそこお値段しますよね。てってれー、おなんか取説的な、あ、よかった、ちゃんと日本語のクイックスタートガイド入ってました。まあ、取り付けは、まあ、コードがね、ちょっとめんどくさいんですけど、まあ、これがあるといいですよね。なんかもうちょっと分厚いやつもありました。本体、横向きに。てってれー。ちょい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 。おー。矢坂さんっていうね、メーカーですね。これ、矢坂っていうもんかな。で、あ、これバックカメラね。おう、バックカメラね、ほら、こうちゃんとほら可動式です。で、これそこにね、でマウントするやつ、またコードほいでコード、なんかこんなステッカー入ってましたね。これ貼るのな、どうかな。ドライブレコーダー搭載ステッカーが入ってました。あ、これマグネットや。で、拭き取りのクロスと。はい、箱の中身こんな感じに入っておりました。ちょっと本体ね、しっかり見ていきましょう。 4K ってね、書いてますね。大きさね、まあ手のひらぐらいかな。で、このほら見てください、この大きいね、フロントのカメラになりますね。これかなり画質良さそうですね。これいつも忘れちゃうんでペリペリ剥がしちゃいます。フロントカメラは 2160p28fps、まあ、4K 画質ってことですね。で、ソニーのね、 IMX415 センサーっていうね、なんかいいのが入ってるみたいですね。で、これがね、フロント側、まあ、運転席がね、映せる室内カメラなんですが、こちらは 1080p っていう風になるみたいですね。いや、これ室内撮りできたらね、なんか楽しいですよね。ぴょっと大きい、ちょうど90度真下まで向きますね。フロントのカメラは、あ、動く、なんか質感はね、まあプラチックなんですけど、そんなに安っぽさを感じませんね。ほら、このボタン類もね、しっかりしてますよね。あ、クリック感いいね。これね、残念ながら SD カードは各自買ってくださいね。これリアカメラもね、 1080p あると。はい、ではね、フロントガラスにつけるんですけども、これね、一番迷うのが位置ですよね。この裏側にね、この 3M の両面テープがついた、マウントがこういう風につきますね。カメラをつける位置によっては、この箱みたいなのがね、画面に映り込んで、前が映らなかったりするんで、この電源をね、つけてから、チェックしてからつけようと思います。これ横にね、パワーボタンがありますね。ポチ。あ、そんなに、あれか、眩しくないかな。これメモリーカードね、64GB 以上入れてください。そしてね、使いかけのやつはね、必ずフォーマットしてくださいね。インカメがね、どうしてもね、助手席側だと、こっちからね、こっちがドアを開けられて、こう、パンチが飛んできた時にね、パンチが飛んできた時にこう、見えなかったんで、運転席側にしました。で、あと注意点ね、このミラーと干渉しない、これギリギリの位置にね、つけてくださいね。ここでね、画面切り替えできます。これ2画面。これ3画面つけたらどうなるんやろ。ちょっとやってみよう。ちょっと今からね、コードをつけてきます。これめんどくさいけどね。あとね、こういう取り付けね、こんなヘラがあったら、便利です。結構ね、このモール、こういうところにね、コードがスッスッと入っていきます。
で、入りづらいところはこのモールを使ってね、こう差し込んでいく感じですね。結構こういうのあると内張りも剥がせます。中にね入れちゃう感じですよね。こういうモールが入らないところはこんなんねつけてます。これでパチッとしたら、まあこれで動かないと。ではリアカメラつけてきます。これね、防水仕様じゃないので、今ねこれ雨降っちゃってるんですけど、室内に取り付けてくださいということですね。私の車ね、結構天井がねこう布なので、できるだけねこういうプラスチックのところを探して、両面テープつけました。こんな感じでリアカメラつけましたけど、結構ねこれリアカメラのコードが太かったんで、このモールね入れにくかったですね。まあでも頑張ればなんとか入るけどな。いろいろ設定ができます。解像度もね変えれるみたいですね。これマイクのボタンもあります。音声ね撮られたくない時は消しといてくださいね。あとね、これ写真も撮れます。一番左のメニューボタンを3秒長押しすると写真モードに変わります。はい、撮れました。はい、ではね実際に走っていこうと思います。ヤザコ、ヤザコって読むんですかね、ヤザコの、まあ、ドライブレコーダー、まあ、3回目ということで、いやこれだけねカメラが3つもついてるとすごいねやっぱ証拠撮りになりますよね。いろんな角度からね、事故の時とか、まあ、トラブルがあった時に、まあ、証拠が後で分かるということで、これ室内とかね結構横から当てられた時とか、見えてくるかなと思います。で、まあ、フロントカメラはね、解像度がかなり高く、まあ、4K 動画が撮れるということで、はい、ちゃんとね今横断歩道をねちょっと止まりました。さっきみたいなところでね事故が起きたりしたら、まあ、どっちが悪いんだと、まあまあもちろん車が悪いですよね。一時停止しないとダメなんでね。なので、まあちょっと今そんな感じでやっております。まあ、フロントはねやっぱ 4K が撮れるということでかなりね画質もいいんじゃないですかね。でこのソニーのねセンサーの、400番台ですね、412何番やったかなっていうのがついてるんで、すごいね画質としてはいいと思います。で視野角度もかなり広いと思われますね。ちょっとぐるっとドライブしますね。はい、今ちょっと、ここ43号線の下ですね。若干ね暗く、なってるんですが、映りの方はどうでしょうかね。室内もバッチリ映ってると思います。今日はね曇り空で、あいにくのねちょっと雨も降っておるんですが、まあ、視界の方はねそんなに良くないですね。ですがカメラではどんな感じで映ってるでしょうか。綺麗に映ってますでしょうか。はい、今ね、走ってきた動画が、このモニターでね一応見れます。小さいですけどね。あ、3画面ありますね。室内は綺麗に撮れてるわ。リアとフロントと。はい、いかがでしたかね。いや、やっぱりね、クリアな画像と、
や3カメあるんで室内も撮れて、すごいね証拠撮りになりますよね。こちらの商品はね下の概要欄に貼ってますので皆さんクリックしてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、はい、っていうわけで、3カメ映せる、ドライブレコーダーでした。じゃあね、もう狭い。